参加するお祭りに向けて集うユニットを編成し、ユニットチームゆえに一期一会の時間を大切にして全力で演舞します。前作雲海蒼天からの思いをつなぐ鳳凰ライブをお楽しみください。それではエースの皆さんよろしくお願いいたします。立ってられるお前ちゃんと立ってられる、ここに立ってね、なんも楽しくないね。あ、それいじんないよ、なんかお願いやめて、本当にね、ちゃんと座っててね、立ってるか座ってるかプリプリ踊ってるかしてね、お願いね、はい、すいませんちょっとね、子供のあれ違う、改めまして、エースと申します。30分ぐらい前にね、1回目の演舞をさせていただいたんですけども、改めてね、またこの会場でね、踊れるということで、まずはね、1回ね、ガッと合わせてみていけるんじゃないかみたいな感じもあったと思うので、次の演舞こそはね、もうガッといけんじゃないかなと、またプレッシャーをかけておりますけども、はい。ではね、もうまず踊りをね、見ていただいて、私たち、エースがね、どういうチームなのかっていうのをね、見ていただければ大体わかると思いますので、あ、そうだ、ごめんなさい、1個だけちょっと鳳凰の話をさせてください。今回鳳凰ライブという曲をやるんですけども、私たちのね、反転の後ろの方に鳳凰が書かれておりまして、鳳凰はですね、ざっくり言うと幸せを運んでくる生き物でございますので、私たちのね、演舞を見てね、皆さんにね、幸せが少しでもお裾分けできればいいなと思っておりますので、そういうのも含めてね、見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ演者の準備はよろしいですか？ちょっとまだ緊張してる感じですか？もう一回言いましょうか、演者の皆さん準備よろしいですか？はい、いきます。よろしくお願いします。エース、時は来た。暗雲を突き抜け、現したその姿は、真の平和と確かな未来をその翼に映す。強く輝き、熱く羽ばたけ、その命、燃やして、踊るは、鳳凰ライブ、スイッ！聞いてください。世界は今も暴力の思想、宗教観による争いが絶えず、力による抑止力によってギリギリの均衡を保っています。一人一人は決して無力ではありません。一人一人は今すぐできること、与えること、示すこと、その意識が世界を変えていきます。ですから皆さん、ここで得た感動や幸せ、優しさに変え、どうか周りの人に広めてください。人は、世界は、もっとつながることができるはずです。一心一体の共に聞こえた。私はたつ一人の波に。
時は来た今飛び立てドアの彼方雲間に刻す逆光を背に追い風となるさあI'm sorry.